はい、私は卵とです。卵とか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 っさい浴びる褐色の妹6番ママコチャ490キロマイナスに川田優雅56キロ。スタートしました。早いスタート16番モズメイメイ、ダッシュが早いのは13番ジャスパークローデ、ジャスパークローデ前に出ました。1馬身リードを取る。このうちから2番のテイエムスパーダ、押して押して押して前へと迫ります。3番手に16番モズメイメイ、4番手10番のマットクールです。その後5番手集団から1番のナムラクレア、そして外に6番マモコチャ、8番メイケイエールが続きました。3馬身後ろ3番ピクシーナイト、5番のウィンマーベル、4番ナランフレグは中段後ろより外に12番のドルチェモアがいます。そしてその後ろ3馬身ぐらい空いて7番のオールアットワンス、その外から9番のアグリが上がっていこうとしています。 600m は33秒3です。後方に14番エイシンスポッター、15番キミワクイーン、最後方11番ジュビリーヘッド、4コーナーへと向かっていきます。前は13番のジャスパークローデ、外から6番ママコチャ、2番手から4コーナー先頭にタタンとする勢いで直線に向かいました。3馬身後ろ3番手争いからはナブラクレアとメイケイエール、内から10番のマットクール、これらが追ってきますか。先頭ここで6番ママコチャに変わるか。内から13番のジャスパークローデ、外から追ってくるナブラクレア、間をさばいてマットクール、外から8番のメイケイエールを迫りますか。6番のママコチャ内を作って10番のマットクール、ママコチャマットクール、ママコチャマットクール、並んでゴールイン。3着1番ナブラクレア。まず勝利馬、それ以外の馬、ミスティック馬について伺いたいんですけれども、はい、初勝利、ありがとうございました。本当にどんな馬だったんでしょうか。素晴らしい馬です。本当に素晴らしい馬です。将来性をすごく感じて、今すぐではないんですが、先々日本を代表するようなダフに育つんじゃないかと思える雰囲気を感じさせてくれる馬でした。そういった雰囲気ってどこから感じるものでしょうか。背中、肌がって、肌がって感じるものであったり、その、なんでしょうね。まだこの体でありながら、まあ、結果として少ししか、釈迦的には少ししか勝つことはできなかったですけど、その走りの中身であったり、その先を想像させる、こう成長力を想像させる馬の雰囲気であったりっていう、とても抽象的なものになってしまうんですが、ここがこうだからこうですとも、でも言いづらいんですけど、ジョッキーとして乗った感覚とすると、間違いなく素晴らしい馬に育っていける馬だなと感じるということです。ただ、あまり一人で、そうですね。性格的にもまだまだ子供で、体もまだまだ子供で、なので、体が勝手にこう成長を伴って少し成長することができれば、と同時に、精神面でも少し大人になる。いうふうになっていくだろうと想像しますので、それをこう待ってあげた方がいいタイプなんじゃないかなというふうには感じております。くんと長い目でぜひ見守っていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、出資者の方から質問がございます。
警戒する馬を返し馬で決めていると決めることがあると伺いました。なので返し馬を見るようにしているんですが、ポイントがよく分かりません。返し馬を見るときのポイントがあれば教えていただきたいですということです。そうですね、ちょっと誤った情報かなと思いますが、だって僕も返し馬乗ってますのでじっくり見ることができないので、まあ、ただそのパドックの雰囲気であったり、返し馬後のポケットの雰囲気、ゲート裏の雰囲気を見ながら、どれがどの程度走っているのかってことを想像しながらレースの準備はしてますので、まあ、パドックで馬を見て、どれが具合良くて、どれがそうでもなくて、どれがテンションが高くて、どれがいい雰囲気かってことも、まあ、頭に入れた上で、返し馬の後、その様子がどう変わるのか、馬にスイッチが入るのか、逆に、どんどんエキサイトしてしまうのかってことも含めて、またゲート裏に移動した後も馬の様子は変わりますので、まあ、そこを加味して競馬を組み立てるというところなんですけど、福永先生に聞いた方がいいかもしれない。ありがとうございます。はい、大変馬券の参考にもなるんじゃないかと思います。ありがとうございました。川田騎手、ありがとうございました。ありがとうございました。当選番号はこちらになります。24番。